で、バネ乗数の計算式は非常に難しい計算式がございます、はい、でも簡易的に考えられた公式がありますお、はい、もう複雑な計算式なんてもうめんどくさいじゃないですか、なので簡単にやります。この線形を D、スモール D で、中心径をラージ D、はい、にしましょう、はい、で、有効巻き数を Y にしようか、 Y、はい、Y、はい、はい、でバネ乗数ね、はい、これだけで、計算ができます。たったの、はい、簡単ですよ。まず線形 D、はい、4乗おかける線パー中心径3乗かける Y で、これバネ乗数です、この線かけてるのでこっちの計算式になっちゃいますけどね、はいはい、ただこんだけです。こんだけのことを計算してやれば出ます、あバネ乗数がね、はい、ですので、まず有効巻き数がまだわからないので、はい、有効巻き数をバネ乗数とひっくり返せます、はい、バネ乗数をここに入れてやると有効巻き数が出ますんで、はい、まずさっき荷重いくつにしたいよって出るじゃないですか。で縮めたいのがどんだけだよって、つまりこんだけ縮めて、例えば5ミリ縮めて5ミリの量で5キロ出したいよって言ったら1キロのバネ乗数でいいんですね。5ミリ縮めて5キロ出したいからバネ乗数は1ミリあたり1キロのバネ乗数でいいので、ここ1が入るんですね、はい、で、サイズ的にその部屋に入るサイズが決まってるじゃないですか、はい、中心径と線形、要するに外径になるわけですね、中心径に線形足すと外径になるんで、入れたいところの部屋のサイズでもうこれ決まるんですよね。で、これが決まってさっき言った荷重の問題、何ミリ縮めた時に何キロ欲しいって言ってる時にバネ乗数が決まるんで、はい、ちょっとバネ乗数を Y と交換してやってこれを計算すると有効巻き数が出ます。有効巻き数が出たら有効巻き数に 1.5 を足して総巻き数出すんですよ、ね、有効巻き数に端っこが 0.75 巻きあるんで 1.5 巻き分を足してやるんですよね。だから有効巻き数がこの計算で出たら1.5 を足して総巻き数出します。総巻き数出した時に線形を出します、はい、はい、かけます。そうするとどうなるか、密着長が出ます。あ、はい、で総巻き数ね、はい、総巻き数かける D、はい、何巻きあるか、何巻きあるかでしょ、はい、何巻きあるかっていうのをこの隙間がビジョーってやるわけですよ。隙間なくビジョーってやると巻き数に線形かけると密着した時の状態の密着長が出ますよね。で密着長がさっき5ミリ縮みたいよって言ったけど密着長計算すると5ミリ縮まりませんっていうことが出てくるんですよ。それがもうエラーです。でそうした場合は部屋を改造しながら、部屋をもっと広くしながらだとか、うん、あのもっと 長いやつで変えながらだとか、そこで設計調整があるんですね。あ、ここまで抑えて設計しないと、今言ったこの外径とあとこんだけ縮めたらこんだけの荷重を求めて、で巻き数出したまでで終わっちゃうと、いざ全然バネが縮まりませんっていう事態にもなるんで気をつけないから、バネ設計って割と難しいですよね。難しい、うん、奥深いんですよ。で決まりきった設計される人は結構前例前例を紐解いて、はいはいはい、まあ前例これでやってるからいいだろうって言ってここまで深く考えずに設計されちゃう。まあそれはそれでね、前例が検証された結果の設計だったからそのまま前例が生きていけるわけなんで、何か新しいものを設計するときはここまで考える必要がある、はい、っ
ていう、まあ、非常に難しいお話です。でこの辺を電卓で計算してやってもいいかなと思ったんですけど、いっぺんやってみましょうかね。はい、はい、例えばっていうのがいるので例えばを入れますね。はい、あとでこのキログラムとニュートンの単位が違う、まあ、あのお話もちょっとしますけども、はい、D を 0.8 にしましょうか。 0.8 の直径 0.8 ミリの針金をぐるぐるぐっと螺旋しましたよと、はい、でまあ有効巻き数をまあ4ぐらいにしましょうよ。で、中心径は8、そうすると外径は 8.8 になるんですね。そうすると9ミリの穴に入るんです。9ミリの穴に入る8、中心径が8で線径が 0.8 なんで、半径半径足すってことはこれとこれ足せばいいから、はい、外径が 8.8 ってことは 9.9 の穴に入る、うん、または引き算すると、うん、内径が 7.2 になるんですね、はい、つまり7ミリの軸にはまる。あ、 7.2 だからね、はい、うん、まあ9ミリの穴に入るか7ミリの軸に入るっていうのがこんな状態、うん、はい、でこれをちょっと電卓で計算します、はい、この電卓の中で、はい、これ富士 山の記号あるじゃないですか、はい、これ、はい、これ使ったことある人いますかね。あ、いないかもしれないです ね、これ使わないでしょうね、なかなかね、これ何の記号でしょうかっていう話ですよね。例えば、はい、2の2乗って言ったら2やってこれ x 2乗って書いてあるからこれ 2n 2乗ってやると、はい、4じゃないですか、はい、2の2乗は4、はい、ね、9の2乗は九九81で81、はい、つまりこれは2乗しかできないですよね。あ、3乗4乗5乗6乗7乗8乗9乗っていう計算をもししたい時、はい、例えば2の3乗、うん、2×2×2 って何でしたっけ。 8ですね、はい、じゃあ 2×2×2 は8ですね、はい、これをこの3山記号を使います、はい、2山3乗8おっていうふうに2乗じゃなくて3乗4乗5乗6乗、はい、っていう時にこの山使うんですよ。でここ見てください、4乗3乗ってあるでしょ、はい、もうまさしくこの山の記号を使うと超便利。だって 0.8×0.8×0.8×0.8× って4回やらなかったんですよこれ電卓で疲れちゃうよね、はい、なのでここで 0.8 山の4ってやるとこれでもう 0.8 の4乗っていう計算をしてるんですよ。すごいよねこの電卓が、はい、でかける100でしょ、あ、1000ね、で割ることの割り算だからね、はい、でこれ全部ひっくるめながらあるので、割ることの括弧 D8 ミリね、8のまた山の3ってやるともうこれ8の3乗って書きました、はい、かける Y は 4巻でやると、はい、0.2 バネ乗数 0.2 キログラム F パーミリメーターとなりました。はい、これがあのバネ乗数計算です。で 0.2 キロメーターなんで例えば10ミリバネを縮めると、はい、10ミリ縮めると2キロの荷重はかかりますよと、つまり逆に言うと2キロの荷重がないと10ミリ縮みませんと。言い方は2通りありますよね。10ミリ押すと2キロの荷重かかりますっていう言い方と、はい、2キロの荷重をかけると10ミリ縮みます。2通り合ってます。あ、はい、そういう、まあ、要は縮めた時のバネにかかっている反発する荷重が2キログラムね、10ミリ縮めた時にね。でそういうのがバネ乗数っていうので計算するとどんだけの力でかかるかっていうのが分かるわけですね。この電卓の使い方です。電卓は以上です。とあとじゃあキログラムと S、はい、でなんですけど、はい、重さって皆さん自分の体重もキログラムで言いますよね、はい、自分の体重ニュートンで言う人会ったことありますか。斬新ですね。
いないですよね本当に。だから結局キログラムが生活に溶け込んでいるその重さの単位なんですよ。あですけど実はニュートンを使いましょうっていう運動があったんですね。もうこれからはニュートンだ、ニュートンの時代だって言って、あの材料の話で SS 火花試験でやったと思うんですよ、はい、SS400、はい、昔は SS41 だったんですよ。あこれ何かっていうと引っ張り力を引っ張り力の荷重の荷重の力なんですね、引っ張ってどんだけでどんだけ引っ張ると破断するかっていう、そういう材料の名前なんですよ。昔はキログラムを使ってたから41だったんですよ、はい、でそれをニュートンの時代だって言ってやったもんで400に変わったんですよ。知らなかった、はい、そういう違いがあって名前が変わってしまった。今は SS400です、はい、ニュートンの方が数字がでかくなるんですよね。1kgF イコールいくつだったっけ、 9.8 ニュートンか。はあ、約10として考えると1桁変わるじゃないですか。はいはい、これ1桁変わってるでしょ。あ本当だ、はい、で微妙に10倍じゃないんでしょ。そうですね、これ微妙に10倍じゃないでしょ。ああ本当だそういうことなんですが、引っ張り強さを言っている鋼材で、昔はキログラムだけど今はニュートンなので400っていう言葉になってるっていうことで、キログラム F イコール 9.8 ニュートン。じゃあ僕の体重は実は今はまあ80、まあちょっといろいろあって、まあ80から82ぐらいですけど、まあ80キロしますか。はい、じゃあ僕の体重って何ニュートンなんでしょうかね。9.8 かけなきゃね、はい、80×9.8 784ニュートンなんです僕はこれ、ね、ぜひね自分の体重ニュートンで言うように しましょう、ちょっと斬新ですけど、もう絶対引かれますね。意味が多分意味がわからないですね。もう俺784ニュートンとかって最近ちょっとあと何ニュートン痩せないかんとかってねっていうぐらい、そのキログラムをニュートンで言うっていうふうに、運動が起こったので、世の中のいろんなこういう機械工学的な、まあ機械関係的なところで材料の名前まで変わっちゃったり、今はそのバネ乗数も昔はキログラム F 使ってたのに今はニュートンパーミルメートルを使ってます、はい、もうニュートンなんですよ、世の中はニュートン。だから僕らが設計する時も、荷重書く時に必ずニュートンで表示します。だけど自分の体重の時はキログラムなんですよね。あ、生活にはさすがに溶け込めなかったねニュートンはね、残念だけど、そういったことがあるので、まあ、これも覚えておいてもらうとね、はい、居酒屋でこうちょっと話のネタになりますぜひ盛り上がってください。それで、はいはい、9.8 ニュートンです、1キログラムはね、はい、あと、9.8 ニュートン痩せましょうとかね、そういう話ができます、はい、まあちょっと余談でしたけど、はい、まあバネ全圧縮バネだけのお話でしたけどもね、はい、まあこういった、ことまで考えて設計を、はい、ぜひ今勉強中のあなた、はい、ぜひ頑張って覚えてください、はいはい、では今日はこれでおしまいです。またさよなら、チャンネル登録よろしく。ということで今回も最後まで見てくれて本当にありがとうございました。少しだけお知らせをさせてください。私たちクリタテクノでは今絶賛一緒に働く仲間を大募集しています。ぜひコーポレートサイトを見てください。動画の中で紹介した黒田正和の YouTube 工業高校企画講座編、今大好評です。学習の方からプロの設計者まで多くの方にご覧いただいています。ぜひ再生リストを見てください。もしこの動画を見て良かったなと思ってくれた方は高評価コメントをぜひお願いします。もしくは Twitter などシェアしてくれると嬉しいです。皆さんの応援が本当に励みになっています。ではこれからも役立つ動画を上げていきますのでよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。